はい、ということで2日連続大善寺さんです。昨日は18度、今日は5度か6度、めちゃ寒い。はい、ということで、今日は一応6時間ですね。3時から来てます。今も5時15分ぐらい、ひたすら、はい、釣ってました。ということで風もすごく強いです。はい、一応フライ池、ジローこんな感じですかね。そこそこ混んでますね。風も強いし寒いけどそこそこ混んでる感じですね。必ずかの刑事さんに会いました。はい、一応ライズが、今始まった感じですね。はい、5時15分過ぎてからライズが、ポツポツ見られるようになって、それまではライズはありませんでした。めちゃさん、またこれに戻っちゃいましたね。寒いっすね。はい、とりあえず、結構でも釣れてます。はい、釣れてます。はい、今日もですね、確実にベージュグローよりホワイトグローが釣れますね。一応試したんですけど、はい、昼間はホワイトグローの方が良かったですね。でこれからだんだん暗くなってくるんで、今度はグリーングローとホワイトグローがどちらが釣れるかっていう形になってくると思うんですけど、はい、今のところはホワイトグローが一番釣れてる感じですね。はい、一応もう2時間以上経ってるんですけど、はい、釣りに集中してました。ソニーからちょっと新しいカメラが出ましてね、あの GoPro みたいなやつが、それをちょっと購入したんで、後日試してみたいと思います。胸につけて、はい、キャストからお見せできるかなと思います、一人で。はい、はい、とりあえずライズ始まりましたね。バカスカライズが始まりました。皆さん見えるでしょうか。ライズくんがちゃんと毎日、ライズくん、ほら、ライズくん、ライズくん、いいっすよね。ライズくんはちゃんとね、あの答えてくれますよ。ライズくんは釣れます、やはり。よいしょ、きっちりユーマズメがやっぱありますね、このライズといい。このライズがいつまで続くかっていうことだと思いますが、ライズは本当に釣れますよ。これ5時20分ぐらいから始まりましたかね。どのくらいで収まるのかちょっと楽しみです。はい、やっぱりですね、あのライズの時は活性がいいので、表層シェイクをなるべくあのしつこく激しくやって、それから巻きフォールがやっぱりいいと思いますね。はい、土俵層でものすごい激しくシェイキング、急に止めて巻きフォール、はい、それでスイッチが入ったまんま、バイトしてくるので、それがベストかなと思いますね。はい、どうも、竹さん、どうですか、ザトイチ、ブラインド重宝。なんかちょっと新しいかな。重欲、豪を制すみたいな。やっぱり武道ですね。武道ですね。武道ですね。黒帯ですか。黒帯ですね。さあ、ちょっと石原さんに何か一言お願いします。一言。ネオさんと一緒だよ。羨ましいだろう。
今日何匹でしたっけ今。今170オーバー、はい、すごいっすね。170初めてでしたっけ。大勢さんでのバチは初めて。あ、バチは初めてなんですよね、はい、でいきなり170オーバー。200いきますか。あ、来た200いきますかね。微妙な線ですね。残り時間のあと2時間ぐらい欲しい。そうですよね。170すごいですよこれ。全部あります。全部ロット全部あります。やっぱ釜が違うんだね。釜が違う。釜が違いますね。釜が違う。一巻き多いんですよ。あ、本当だ。あ、それ特大だから。特大です。そっち大ですか。大です。特大？特大。本当だ、違う。違う。量だけじゃないんですね、うどんの。二人前って言ってましたもんね。特大は。深さ一緒。深さ一緒。見た目だけ。深さ一緒。刺してもいいな。いいですね。2人前って言ってましたもんね。